本日はインゴルフのトーナメントに出てくれてます谷田ゆりか選手の練習場密着動画になります。谷田ゆりかです。よろしくお願いします。はい、じゃあユーティリティに行きますか。ユーティリティ練習、まあ、ちゃんと時間が取れたら、はい、1回こういう練習場に行くときに何球ぐらい打つんですか？本当にこう球打つぞっていうときは400球ぐらいは打ちます。200? 400? 400? はい、なるほど。でもウェッジが結構多いですよね。ウェッジが多いですね。はい、その400打つときもウェッジから上がっていく。はい、はい、そのアイアンとかユーティリティってどういう感じで上がっていくんですか？ある程度自分が目標したところに安定して落ちてきたら次行こうみたいな感じなんですか？そうですね、はい、まあ、ほんと自分が納得いくまで行くまで、はい、まあ、なかなか最近はこうラウンドが多かったりして、うんうん、そこまで打ち込めてはないんですけど、まあ、シーズンオフになった時は打ち込めたらいいなと思います。クラブ変えますか？打ち上げだと難しいんですよね。重いですか？うん、ありがとうございます。なんかこう安定感があるような、うん、嬉しいです。なんかドライバーで気をつけてるポイントとかってありますか？気をつけてるポイント、本当にリズムが大事だなと思ってます。やっぱりこの14本ある中で一番長いクラブで、うん、
こうしっかりためが作れるクラブなので、まあ、その分こう上に行った時にこう打ち急いだりした、もう打ち急いだらすぐにそれがこうクラブに伝わってこうミスになってしまうので、本当打ち急がない、いいリズムで打てるようには意識して練習してます。あ、リズムってなんか心の中で1,2,3 みたいな感じで、1,2,3っていう感じでは私はやらないんですけど、もう私が 1,2,3 ってやるとこうそこに合わせに行こうとしちゃうので、そうなります、個人的には、はいはい、個人的にはなんで、はい、まあ本当に、あ、じゃあ打ちながらちょっとこう整えていくし、はい、まあ打ちに行かないっていうのが一番だと思います。やっぱこう少しでも飛ばしたいとか打ちに行きたい、球に当てようとするとここからこうこの動きが入っちゃうともうドライバーダメ、ちょっと軌道がずれてきちゃうので、まあ、本当ここでどれだけここで打てるかっていう頭をこう左に行かないようには自分の中でしてます。あ、じゃあそこ気をつけながらこうちょっとこう心地よいタイミング、まあ、リズムっていう感じですか。そうですね、もう特にコースに行くと本当スイングが直せないので、もう意識するところはそこだけだと思ってます。こんな感じです。あ、そんな感じこんな感じ。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとアメリカはあれですね、行ってくださいね行けるように頑張ります。12月の最終戦で、谷田さんがアメリカにちょっとリンゴルフのあれで行くんだったら、うん、僕も行きます。本当ですか。あの、僕英語喋れないんですよ役立たないから行きますよ、カメラ持ってって言ったら僕なんか別に俺がやるからいいよ、はい、い一緒にアメリカ行きましょう戦力外なんで、戦力外じゃない でもちょっとこう、はい、話せる人がいるなら行きますぜひ一緒にあの行きたいです。頑張ります。まあ、こんな感じでちょっと今日はあの一日お時間ありがとうございました。ありがとうございました。谷田ゆりか選手の応援もお願いします。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。